今日はですね、フーディー、まあ前回赤いフーディーやりましたけど、はい、今回このね、黒いフーディー。これね、色だけじゃないんですよ、違いが。実は何があるんですか。何でしょうか。実はですね、カンタベリーさん の最近のあれで、素材でね、前バイファードライとか言ったじゃないですかあんな感じで、あの素材感の名前がついてるあったかいシリーズがあるんですよ、はい、それがですね、これなんて読むんだろうな。ファームレク。サーモレク。サーモレク。日本語で言うとサーモね。サーモ。要はあったかいっていう意味ですよね。あの、すごいあったかい素材ってことで、これね、見てもらえば分かるんだけど、中がね、これなんていうの、この、ボツボツして。六角形、はい、あれ、これ六角形で合ってるね。六角形でね。六角形の、なんていうのかな、こういうのがいっぱいついてるやつなんですよ。で、それがまあフリースみたいになってて、これはまあサーモレクっていう、まあカンタービリッシュの独自の、そのシステムで、まあ、あったかいですよと、まあ、素材は 100% ポリエステルなんだけど、うん、そういう特殊機能素材って感じですかね、うんうん、の、フーディーです、はい、ちょっと運動寄りかな、この前より。あ、この赤いフーディーってなんとなくファッション寄りじゃないですか。そうですね、こっちはもうちょっとなんかこう寒い時これで走ってもあったかいかなみたいな、うんうん、そんな感じです。でサイズ感ね、これね、前回と同じで、まあ、ちょうどいいですよ。あのやっぱり S、 私いつも通り 165cm79弱なんですけど、S 今着てます。ちょうどいいんじゃない？これ S って感じだってますか？うん、全然いいです、ね。僕の感じで。ちょうどいい。まあちょうどいい感じですよね。非常に着心地がいいです。これも。うん、ただなんていうかな、なんていうんだろうな、運動寄りですよ。どっちかってわかります？うん、なんだろうな、うん、そう、運動する人寄りな感じ。で全然いいんですよ。いいんですけど、うん、匂いとしてですよ。でね、これほら前回言ったけど、あ、前回は、まあ、まあいいや。伸びる素材ではないんですよ、あんまり。あんま伸びないんですよ。伸びないんですね。うんうん。しっかりした素材、すごい、うんうん。だからやっぱりロゴがね、刺繍で入ってます、これは。あ、本当だ。これ刺繍で入ってます、こっちもね。まあ大体そういうことですよ。覚えててくださいね。伸びる素材に刺繍すると寄っちゃうんでね。あ、そうですね。そうそう。寄らないこと、イコール、やっぱ刺繍が映えるっていう。うんうん、まあ黒にこの白の綺麗な刺繍は映えますよね。映え。映える。映え。映える。いい。すごいいい。それは赤もあるんですよね、本当は。これ、二色展開ですか？二色展開で、はい、二色展開なんですよ。赤もございます。これなんだろうな、いいんですよ。非常にいいんだけど、なんか高機能フードトップって感じかな。赤ないですね。やっぱし。違う違う、あったんですけど、今売り切れちゃってて、売り切れちゃってネットはもう。あ、そうなんですね。すいません。あのね、黒のイメージ強いです、僕。あ、赤ってことごめんなさい。ちょっとよくわかってなかったです、うん。あのね、機能ですよ。機能がいい。非常に。サイズ感は普通で大丈夫です。いつも M の人は M、S の人は S。海外ですよ。海外サイズ、うん、いいと思います。あと何だろう、まあ、これいつも通り、これ。これノーマル、うん。あの、貫通型ポッケで。じゃあ、恒例の。恒例の。これ聞かないと終われないでしょ、これ。これ言わないと。メイドインどこでしょう。これはもうね、中国しかないかな。その通り。すごい、全その通りなんですよ。全商品。はい、今のところ中国です。全サイズ。カンタビー、中国。そしてお値段。前回フリーからしたっけ1万2200円ぐらいしたっけ赤いやつがね。そう。でもそっちの方が好きそう。ちょっと言ったじゃないですか。これ今回キーワードは機能性ですよ。機能性。それは高い、うん。これちょっと高いんですよ。1万4300円です。おー、いい値段。143。いい値段。デザインというかですかね。これ、どうでもいいけどさ、フードトップだけど、これないね。あー、紐ないね。確かに。もう紐はいられんぞと。いらない機能だけかぶった後に、かぶった後に閉めねえぞと、ここはもうそうなの。確かに。でも閉めます？閉めません。こうやってしないですよね。雨じゃないし、しないですよね。あんまりしたことないんですよね。あんまりしません。むしろ取っちゃってる人がいますもんね、雨紐ね。なんで、まあ紐はついてないですよ、これ。もともとね、それついてたらもう1万5000円しちゃうから、多分。なんかどうですかね、14,300円。まあ、うん、まあでしょ、こんな感じじゃないですか。ただ分かります。今これもう暑いから、今これ撮影してるの6月ですけど、ぶっちゃけね、暑いっすよ。ガンガン来る。皆さん全然うんって思ってるかもしれないけど、ただこれ動画は別にいつ見たって同じですから。そうですよね。9月10月にこれ見る方もいらっしゃったら、そうそう、だんだん必要かなみたいな時期じゃないですか、うん、おすすめですよ、これ。うん、そう。そうわけで、ちょっと、まあ、一応さ、この前ちょっと高いけど、まあこれいいんじゃないですかね。すごく素晴らしいフーディーです。いい、ね、下の方に商品リンクあります。よろしくお願いします。では。